今日はオリジナルでコンチョのパーツを作っていきたいと思います。涙型のコンチョを作っていきます。黒のジェルで涙型の土台をまず作っていきます。一旦硬化させます。次にシルバーのジェルを使っていきます。先ほど描いた涙型の土台の周りをシルバーでなぞっていきます。内側にもう一つ小さい涙型の形をジェルで描いていきます。この時、この中心の大きさがターコイズの大きさになるので、それも注意して描いていってください。そうしましたら、周りにドットを打っていきます。ここまで描けたら一旦硬化させます。次にさっき、土台を描いた黒のジェルをもう一度使って、コンチョの内側に網目のような模様を描いていきます。ここの内側の部分になります。先ほど打ったドットに重ならないように、
このように少し斜めに入れてあげます。じゃあ次に真ん中のターコイズのパーツを作っていきます。粘土のあるジェルとターコイズカラーのジェルを混ぜ合わせたものです。これをさっき描いた中心のところにのせていきます。あらかじめ形を作ってあげて、レベリングで自然と綺麗な丸になるのを少し待ちます。で、ちょっと涙型のように先を尖らせたいときは、筆を使ってちょっと引っ張ってあげると、きちんと涙型になってくれます。これで硬化させます。最後に最初使った黒のジェルを使ってターコイズの模様をストーンの部分に入れていきます。こういう感じで自然なものになるように入れていきます。そうしましたら最後にトップジェルを塗って完成となります。いろんな形や大きさでもできるので、お客様のお爪に合わせていろいろ作ってみてください。